ティモシー・ヒルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのシルマー、地区出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。2014年の MLB ドラフト32巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・フォールズ・チュカーズで、プロデビュー。A 級レキシントン・レジェンズでもプレーし、 二球団合計で20試合に登板して3勝1敗、8セーブ、防御率1.64、30奪三振を記録した。2015年はシーズン前に結腸癌と診断され、全球した。この間の約8ヶ月は科学療法を受けており、70ポンドも体重が減ったという。2016年は2年ぶりに実戦復帰を果たした。この年は、 a 級ウィルミントンブルーロックスと a a 級、ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレイし、2球団合計で44試合に登板して2勝4敗、1セーブ、防御率3.43、62奪三振を記録した。2017年も a 級ウィルミントンと a a 級、ノースウエストアーカンソーでプレイし、2球団合計で40試合に登板して1勝2敗、4セーブ、防御率4.26、 84脱三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年は開幕25人枠入りし、3月29日のシカゴホワイトソックスとのシーズン開幕戦でメジャーデビューを果たした。この年メジャーでは70試合に登板して1勝4敗、二セーブ、防御率4.53。 42奪三振を記録した。2019年は39試合に登板して2勝、0敗1セーブ、防御率3.63、39奪三振を記録した。2020年7月16日に、フランチー・コルデロ、ロナルド・ボラニオスとのトレードで、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。アンダースローサワンであり、投球の6割ほどをツーシームが占めている。ありがとうございます。